こんにちは、どうも中村健太郎です。今日はテンション上がってます。皆さん、八千代にあの内島正人がいるの知ってますか？インターネットレディオグッドエアドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎中村 1,2,3,GO。いや、この時間はですね、イベント情報でも何でもなく、単純にテンションが上がったので動画を撮っているんですけれども、実はですね、この僕らが住んでる熊本県八代市には、知ってる人はみんな知ってるんですよ。うちの大園ディレクターなんかですね、温泉の鶴の湯ってところによくサウナに入りに行くんですけど、あいつね、サウナに行くときね、内島に会ってくるとか言いやがるんですよ。いや、そのぐらいですね、八千代に住んでる方で結構な方がご存知だと思うんですけど、あの金メダリスト、柔道で金メダルを取ったアテネオリンピックと北京オリンピックで金メダルを取ったですね、あの内島正人選手が実はですね、僕らが住んでいる熊本県八千代市の鶴の湯っていう温泉で働いているんです。すごくない？めちゃくちゃすごくない？で、いろいろあってね、仕事を辞められて柔道からも離れられていたんですけれども、実は最近なんか柔道を指導してるっていう話は聞いてはいましたけれども、全然その詳しい話とか分かんなかったの。もうここどこでやってんだろう、鶴の湯でみたいな話はしてたんですよ。そんな内島さんがですね、なんと YouTube 開設してました。で、俺びっくりして、これはすげえなと思って、YouTube っていうか Twitter にね、内島さんが YouTube を始めたことに初めて気づいた。八千代人としては、なんか興味深いって書いておいたら、なんとですね、本人から、よろしくお願いしますってコメントが来て、それでテンションが上がってます。いや、でも結構すごくない？マジですごくない？これすごいことだと思うんだよね。で、実際に柔道の指導をされたりとかしているみたいで、詳しいことわかんないの。どっか載ってないかなと思って探したんだけど、わかんなくて、その動画の方もですね、結構柔道の技を教えたりとかしているシーンっていうのがすごく多い内容なんですけど、もう正直言うと、内島選手に喋っていただきたい。なんか柔道の理論だとか、こう思うとか、ああだとかっていうのをすげえ聞きたいんですけど、なんならインタビューに行きたいんだけど、そこまで言うのはおこがましいだろうと思ってですね、見つけた時には、2000人ちょっとぐらいだったんですけど、なんとですね、もうめちゃめちゃ多いんです、登録者数。いや、さすがだね、本当すごいなと思いました。そんな人が、八千代にいるっていうことで、テンションが上がってしまったので動画を撮ったんですが、頑張ってね、俺もチャンネル登録者数増えたら、ぜひインタビューさせてくださいってお願いしに行きたいところではあるんですけれども、このなんか情熱をなんかこう伝えなきゃと思ってしまって動画を撮りました。この時間これだけなんですけども、ぜひよかったら、内島選手のですね、YouTube の方、概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん登録してみてください。はい、すいません、なんかこのテンションだけで喋りましたけど、以上です。後席、 Thank you for your listening GoodAir.com。九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。